Hello, it's the Zombie Fox Queen here, and this will be my first playthrough of Yakuza 0. I decided to go with this game for my first playthrough, so hopefully I do a really good job at the fighting and everything in this game. So, and I'm new to all this, so hopefully from here on out I'll be a lot better at playing other games and everything. But for right now, we're gonna start with Yakuza 0, and if it gets pretty good and if I like it enough, I'll play more of Yakuza series. So alrighty, let's see. Start with normal. Just gonna dive into it. この街で喧嘩んならちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてる時は特にな。サスビラ切ったってタクシー捕まんないんだから。やだもう、いいから宅代出してよ。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから俺と朝までねね。なんだてめえ、いてんぜ。おい、ちょっと待てよ。これおいてめえ、ぶつかっといて何しかとこいてんだよ。ちゃんと謝れっつんだよ。土下座しろ土下座。おい、よしよ、よせ。ああ、どうもすみませんでした。
よ、頼んでおいた仕事どう？終わりました。ちょっと封筒が。このままでいいっすか？そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。はい、これ約束の1割。ご苦労さん。どうも。で、これは俺からの気持ちね。いや、それは取り半が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に、本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。ま、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。はっ、取っとき。ありがとうございます。しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが、回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえな。ええ、まあ俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中、金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。その点、学のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけど、そうじゃない？俺には分かりません。それじゃあこれで。なあ、うちに来ねえか兄ちゃん。君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食って、いい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない、金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれません。けど一度極道になったもんは時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。さあな。俺はヤクザになったことねえからわからねえ。ま、気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃ。ちっ、金貸しが偉そうに。めんどくせ。
we finally made our... okay, guy back in the corner. So we meet our protagonist, or one of our protagonists, Kiryu. This is when Nishiki says you meet me. Guess I've been to here. 724106, huh? That's the code for what you're up to. I'm waiting for your slow ass to show up. May as well have a look around to see if I can find him. Why do y'all stare at me and then walk away? Fine, Nishiki. どうですか今日は飲んでないませんか。おお、うまい。お、sorry。ほら、早く金貸せって。後で返すっつってんだろうが。え、困ります。勘弁してください。ごちゃごちゃうるせんだよ。いいからさっさと出せ。 We're getting shakedowns on our turf. Someone needs to set them straight before they try anything really stupid. Let's get it. Oh. Nanda yo. Miten janen zo ore. Oi. Yakuza janen no ka, soitsu. Baka. Yakuza tte. Toshi mo taishite ore ra to kawan ne. どうせ下っ端だろ。お前ら、この町に来んのは初めてか。え？だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんだな。カムロ町を歩き慣れている連中なら、この辺りでバカはしねえ。なんだと？ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ！こら！ You guys look like little gnomes. It's cute. Press square repeatedly to perform a rush combo. This is the most basic method of attack in battle. Okay. Okay, there you go, let's say. Oh, I didn't do that. I clicked too fast. Oh, let's... Oh, there we go. The yellow gauge at the top left indicates your health. The game will end if the yellow parts fully deployed was made for gone. So keep an eye on your health at all times. If you go, goes. Alright. Basically, all you gotta do is make sure I'm back. Your training is now complete. Time to wipe the smirks off your opponent's face. If you get hit, you can start back away using... Okay. Let's get it.変わらず容赦ねえな。錦、おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ。おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩って。おとなしくヘルスにでも行けってろ。ガキじゃあるめえし。興味ねえ。
相変わらず硬いね。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ああ、あの、ありがとうございました。は？いや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ錦。しっかしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。まあな。これで風間のおやっさんも少し安心するか。さあな。あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ、こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使え。風間のおやっさんが無所から出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になってくさ。へえ、ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちっと変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな、極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見栄のためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見栄張ってなんぼだぜ。そんなもんか。そんなもんさ、肩気のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。奴らにとっちゃ外見が全て。ちっ、分かった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。行くぞ。やばい、レスゴーでピンクストリート。おい、気をつけろよ。 I'm sorry, I'm just trying to keep up. I didn't mean to be surprised.助けて、女にモテるよな。ちょっと待てよ。え、どうした。そこは適当に。 I can't wait till we get to like explore everywhere. Okay. Oh, I'm supposed to follow him.So, where's this place up there? Oi, そんなに急ぐな。おめえ、この辺りの店、ちゃんと出入りしてるか？当たり外れも含めて、何でも知っとかねえとな。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ。金は使いようで売買にもなる。おお、で、その手の情報つ。I keep bumping into people and I'm sorry.
What is this? A fight? Looks like it. Come on, you're in the way. Where's your problem, bro? You got a problem? We're in the middle of some important business. Hey, old man. Quit talking to them. We're not done here. Who's an old man? You snot-nosed little punk. Who's a snot? Whatever he's... Ooh, we put... Ooh! Oh, now you done it. He's pushing people. Yeah, come on, Grandpa. Take your best shot. Screw it. They're completely wasted. It's not worth the trouble. Let's take a different road. No need. I got a faster way to fix this. With my fist. Oh. Yeah. I just need to sober them up a bit. With my fist. Again? I can't tell if you're a sadist or a charity worker. Really? What are you blabbing about? Stay out of this. Yeah, butt it out, you butts. Y'all need to go home, drink some water, and go to bed. Okay, Mahika, let's get it. Can you pick up the things? Over these drunkards. Your training is now complete. I can visit. Mention of the heat gauge and special moves. But the two drunkards still need some... Okay, if you take a stance, he's not one move with L. Okay. Bottom side up. Huh? What? Where am I? Really knocked the drunk out of them. What was I doing here? And who are you? Sounds like that's opened them up. Oh my god. Must be your delicate touch. I remember watching music videos at the bar. Then we got to talking about which idols we liked. Yeah, then some smartass started making fun of poor sweet Shoko-chan. And then... my head is throbbing. I can't remember past that. I think you two had had enough for the night. Go home. Yeah. Ow. Whoa, you okay, mister? Here, I'll walk you to the train. Take it slow. Oof, thank you. You're awfully considerate for a kid your age. Well, look at that. They actually got along. All's well that ends well. Let's hit that bar. Akira, I love Akira's just watching them. Yeah. Alrighty. Alright, let's go to the bar. What? What a waste. A damn shame, I say. Oh.
You got a punch like a 2-ton gorilla, and you go wasting it on drunks? What do you think that talent was meant for? All that raw fighting prowess. He don't even look that old. I need a new voice for this one. I don't know. Yes. Oh no, that's a 2-ton. Never mind. Yes, that's the point. That's the problem. You want to talk alcohol? You're taking one swig from a vintage bottle and tossing the rest. Going from the looks of you, you're in Japanese mafia, yeah? Something like that. Yes. Yes. Seems like you're pretty confident in a fight. A real dynamite boy. You're calling me boy? Don't get ruffled now, kid. Compared to me, you're practically a toddler. You don't even look that old. Hey, Kiryu, what's the hold up, man? It's nothing. Be right there. No sense of wasting time with this drunk. I should just go. Too much booze is bad for you, Gramps. Take care. Hey. Hey now. Hold up. Wait. I got one piece of advice for you. And I got a friend waiting for me. If you got something to say, make it quick. What? Oh ho, out for the night with your main dog. Me and the boys used to really wreck it back when I was your age. Okay. But if you spend all that money playing around, you never get stronger. You gotta invest in yourself. What? Like a gym membership? No. Nah. That's no better than spending it on booze. Words. I'm talking about investing in yourself. Literally. Literally? What does that even mean? Glad you asked, my boy. Here's a special lecture. It's for you. Oh, what? Oh. Abilities are now available. Oh. Okay. That's all? Okay. You keep pouring money into yourself with a little training, that town of yours will grow in no time. So keep that women and wine on the budget, you hear? Investing in myself. Literally. Never thought of that. Bet you're glad I stopped and listened now, eh? Yeah, I guess I am. Yo, Kiryu! You. I'm coming. All that serious talk killed my buzz. Time for round two. You have a good night, my boy. What a weird old man. What's his deal? Alright. Learned some abilities. Nice. Be useful in battle. So are we gonna Excuse me, but you're walking very slow. Like, I need for you to like kind of speed it up, then hurry up, get to the bar where we need to go. You invited me out. Thank God.相変わらず品のねえ街だよな。だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな、そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ、この彼女ってまちは。なんだ、不器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか。 錦山くん。よう。なんだあいつら。現役女子大生ホステスのまどかちゃんとゆいちゃん。は？ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日。
後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？信じたいけどな。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。やった！信じてるよ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。ん？いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それはなんだ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくない。どうせ極道やるならどんな手使っても持ち上がらなきゃ意味がねえ。違うか？なるほど、そうかもしんねえな。さあ、店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。お前、この店にはよく来んのか？ん？これで二度目だけど。なんでだ？ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。なるほど、お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。ふん。つってもおめえはそういうタイプじゃねえってことか。俺おやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体張るくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。ん？おめえが下で頑張って風間のおやっさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間のおやっさんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。おやっさん、なんで俺らのことを風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやっさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜなあ。わかった、今日はとことん付き合うぜ。Oh, okay. Karaoke controls. Karaoke is a rhythm game where you press buttons shown on the screen in time with the song. Simply press the indicated button when the cursor reaches it. Okay, I guess. Make sure to press the correct buttons at the right time. The better your timing, the more points you'll get. If your timing is really off, it will not count even if you press the correct. Okay.When someone else sings, you can support them with interjections. You can choose either simple or lively interjections. Some interjections offer easier input, but you won't get more than 90 points.
For a chance to score more, try lively interjections. Okay? Okay, thank God. Okay, so triangle is sing along, circle is tambourine, square is maracas, and X is clap. Okay. Okay. Alright. Yeah. So obviously we're doing judgment. Yeah, so might have screwed up on the controls there, but not bad for our first time. Yeah, not bad, not bad. Karaoke bozo, not a bozo.知らなかったぜ。おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。バカ、そらお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割にはノリノリだったじゃねえか。普段から隠れて練習してるんだろうなあ。よせよ、そんなわけねえだろ。それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも言っとくか。まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか、付き合えよ。天国圏でどうだ。しょうがねえな。わかったよ。行くぞ。前から思ってたけど、おめえいい声してるよな。曲のチョイスは渋いけど。悪かったな。流行りの曲はよく知らねえんだ。なら少しは勉強しろって。流行りに遅れた男はモテないからな。そうか。つっても男のアイドルなんかは俺も今勉強中だ。知ったかぶりしてなんとかやり過ごしてるよ。それ周りにバレてんじゃねえのか。かもな。やっぱアイドルっつったら女だ。最近はマジで可愛い子が多いぞ。おお、そうなんだ。ああ、帰ったらチェックしてみろよ。案外ハマって俺より詳しくなるかもな。さあ、そのうち俺ら二人八匹でコンサート行ってたりして。お互い想像したくねえ姿だ。だな。
着いたぜ。ここだ。All right, ladies first. We got some ramen. Huh? Oh, なんだよ。全然食ってねえじゃんか。だからもう食えねえって言ったろ。大盛りなんか頼みやがって。情けねえこと言うなよ。それでも男が。昨夜11時ごろ、カムロ町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中です。ただいま続報が入りました。若い男性の身元が判明したとのことです。死体で発見された男性は都内在住の会社員、栗原太一さん32歳。警視庁の調べでは、栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、今後関係者から事情を聞く方針です。おい、キリュウ。ん？カムロ町で殺したと。よくある話だろうが。いや、お前昨夜の取り立て、相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここって、は？俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前マジか。いや、死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。この場所はカムロ町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ、もうやめてくれ。もう俺が取り立てたやつだ。おい、お前本当に間違いねえのか。はあ、何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ、組か。ああ、早速呼び出した。事務所に電話してくる。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな、お前。まずいことになったな。いや、お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやっさんの立場も危うくなる。何？この不始末につけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ？お前や俺がおやっさんに拾われたってことは堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。だが俺がやっちまったことだ。おやっさんは関係ねえ。そうはいかねえよ。殺しとなるとことがでかい。多分おやっさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。堂島組若頭補佐の3人とかな。くそ、そもそも半年前おやっさんが札にパクられたのもその3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。おやさんの仕切ってた賭場、周到に場所変えてたのにいきなり敵発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かって言いや、3人の若頭補佐の1人、クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴がおやさんを札に売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやっさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いついてる。火のないとこに何とやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえだろう。そうか、そうだな。わかった、俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまねえ。
Whew, well, we're in a bit of a pickle, aren't we? I've got to call Dojima Family HQ. There should be a payphone around here. We're in trouble. Oh my gosh. Like, we didn't mean to beat him. Better call the family office. Why do y'all look at me and walk away? Kiryu da. Sochi de dareka ore no pokebel narashita ka? Ah, hai. Kuze no aniki ni yuwaremashite. Kiryu-san.すぐ事務所までお越し願います。実は若頭補佐のお三方が桐生さんをお待ちで。そうか、分かった。Well, I guess I better take a taxi to the Dojima family headquarters. Oh, we are in trouble. Lordy. But first... Alrighty. Let's see. Can't go anywhere back here, so yeah, this way. That was planned. Jesus. Same treatment. Round three. Yep, round three. Let's get it. Since I don't got time. I'm in trouble. I have to go meet my bosses. You gotta be kidding. No. We're not kidding. Oops, sorry. I really want to go to Japan in person. Like, it looks so- Excuse me, ma'am. I'm so sorry. It looked really nice back in the day, but I'm pretty sure it's really nice in person, especially like now. Oh, Lord. Take you to the Dojima Family headquarters. Very well said. Let's hope it's not too bad of a punishment. I was told to do it, so... I mean, I didn't mean to rough him up that bad.待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな。ああ、キリュ。申し訳ありません、クゼの兄貴。こんな昼間から堂島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由わかるよな。
カムロ町で見つかった死体の件ですが。やっぱりてめえか。こりゃゴルどころじゃなくなっちまったな。なあ、クゼの兄貴。お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し？東郷クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて片桐ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小銭の取り立てで本職が下手打つとも思っていなかっただろうからな。はあ、ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ片桐をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だがちょっと待ってください。俺は自動出すんじゃねえ。安心しろ。片桐ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯7、8年食えばこたぁ収まる。俺に捕まれた。まあ殺しの方はそれで女将と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。あの場所ってどういう意味すか。とぼけんじゃねえわ。おめえが死体を捨ててった場所だ。おいゲリア、おめえよりによってなんであの場所でやったんだ。え、まさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。おやっさんの指示って、なんでおやっさんの名前が出てくるんすか。聞かれたことだけに答え。なんであの場所を選んだ。頭の指示じゃねえのか。え、それにチャカはどこで手に入れた。それも頭から渡されたのか。チャカ、一体何の話をしてるんですか。俺は銃なんか持ってません。この後に及んで白を切るつもりってか。見つかった下は痛めつけられた後、とどめに頭を打たれていた。殺はまだ公表してねえかな。本当ですか、その話。だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしたら、お前は誰かにはめられたってことになる。そうだな。はい、間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるが、どうしますか。嘘に決まってんだろ。たくわらあげしやがって。てめえみてえな下っ端はめて誰が得するってんだ。ああキリ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ。金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくれって。今言ったこと間違いねえな。ええ、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえうちの組があの殺しに関係していたっつうのは事実だ。しかも場所が場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよクゼナ兄貴。答えは一つだろう。
何が何だか分かんねえって面だな。ええ、例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、道島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその空の一坪を手に入れろとな。空の一坪、針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一坪の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で片木の死体が見つかった、あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。ああ、それがおやっさんとどんな関係が？あの一坪にはな、別の意味もあってな、堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです？さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことはさつに言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。サツには今日中に実施しろよ。それと縁故詰めとけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。Looks like that loan shark set me up. Yeah, pretty much. He was a sneaky, sneaky guy. I don't know what his game is, but he and I are going to have a talk. Hey! Hey, boy! Oh. Oh, you're that old guy from last night. Yeah! Finally! I've been searching for hours! Mm-hmm.For me. Ugh, you read the booze. You're wasted. This whole town's one big bar. It was made for drinking. Me and Kamamoji-kun here have been at it all night. Yeah, well, glad someone's having a good morning. Oh! You got a face more sour than a lemon, boy. What's wrong? I can't promise much, but the map will lend you an ear. It's... I just got a lot going on right now.Uh-huh. Well, all right. Anyways, I have a favor I wanted to ask you. Yeah? You mentioned you've been looking for me. Yeah.
Actually, wait. Sorry, but I don't have time for any of this right now. I'll see you later. Thanks. I just need you to talk to a couple guys. They'll be here real soon. They'll be really angry. Ugh, you're not even listening. Why should I take care of your problems? That's a great question. Ask them. They're real eager to talk to you, too. Huh? Oh, hey, speak of the devil. Here they are now. Oh. Alright, Gramps, sister kid. Yes. Yes, sir. My prize pupil. I'm sorry, pupil. Oh. The million yen loan I gave these two deadbeat is way past due. I need it back, and I ain't waiting much longer. Why are you telling me about it? Wait, you don't expect me to pay, do you? That tip I gave you the other day's worth at least, I know. Besides, the debt of the master are the debts of, you know, you. Like hell they are. But since when are you my master anyway? I don't really give a shit who you are. Just give me my money before the big gentleman behind me gets impatient. And you wouldn't like it when he's angry. Bruno here, he's got a short fuse, especially for stubborn types. For your own sake, I pay up before I got hurt. Uh-huh. Hey, boy. What now? You think you could take Big Bruno there in a fight? Couldn't say for sure. Doesn't really matter either way, because you're not going to drag me into your problems. Oh, so you think he beat you? Huh? I didn't say that. Look, if you're trying to beat me, it's not going to work. It's your debt. You handle it. Yeah, that's a letdown. Can't have you getting spooked over a chump like him. He's a bargain bin muscle. Dime a dozen. Bottom of the bracket. Bracket? What are you even talking about? Huh? Hey, what's with all the whispering, boys? Are you paying, or does this get ugly? I told you this has nothing to do with me. Yes. Okay, alright. I'll pay you the money. Wise choice. I feel terrible, just terrible for all the hassle I caused. Tell you what, why don't we make it 2 million? If you want to pay me double? Like I'm gonna buy that. You're drunk off your ass, old man. Oh, I got the money. Be happy to give it to you. Even on one occasion. Yeah, what's that? You have your tank back there fighting for it. Fight us for it. If you beat all three of us, the 2 million's yours. We win, and we don't owe you a thing. Shit, you're not drunk. You're crazy. Bruno's famous around here for busting his. All three of you could at the same time rush him at the same time, and he snapped like, you know, words. Nah. Fight's gotta be one-on-one. Rules and all. 3 against 1 wouldn't be fair. You wanna take him on solo? Well, if you don't mind me taking the money off your corpse, I'm game. You got yourself a deal. Well, that's just lovely. I'll tell you right now, I'm not bailing you out. If you don't want to get hurt, I start apologizing now. Come on. Okay, I'll go first then. Hey, are you even listening? Are you sure you want to do this? He'll be fine. Just a little workout. You just focus on keeping an eye on the action, boy. Watch Kamoji's moves. Seriously? And fight! That's rad. So rad. Kiryu's like, I'm totally a badass. I'm tired. Gotta remember to eat before I do this stuff. Kamoji, was it? What were those moves just now? Actually, forget it. Are you okay? You shouldn't push yourself around like that. He's fine. Told you, didn't I? Big guy didn't land a single punch on him. No. Hey, you in the coat. Homeless dude. Bruno's barely got a scratch on him. You gonna try to finish the job with those weak-ass punches? No. Yeah. Kamoji-kun, you set this one up. I'm calling the round as your manager. Let the kid take it from here. You know what to do, don't you, boy?
Yeah, alright. I meant when I said I wouldn't bail you out, but watching him just put me in the mood for a quick round. Right then, on to round two of the 2 million yen murder parade. Bruno, take him. Okay, one of them to rush into his aid and see if he picks up our pieces. Use rush style moves to crush Bruno's shoulder to kill the boss. When using the rush style, you can stun enemies. There you go. Whew. Put him down. What just happened? Bruno barely got a punch in. Just who the hell are you? Name's Kiryu. Dojima family. Which family are you guys with? Whoa, wait. You're a proper Yakuza? Sorry, sir. I didn't know. We just work for Toko Credit. Well, there's a coincidence. I have business with your boss. Need to meet with him as soon as possible. You know where he is right now? The president? I figured he'd be at the office at this hour. I see. That's in the building of the Tahe Boulevard East, right? I'll pay him a visit then. And that takes care of that damn debt of ours, right? Yeah, fine. A deal's a deal. Bruno here will have to cover the difference. That's how our kind of debts pick. So, if you guys don't collect the debts, then y'all have to pay them yourselves. That sucks. Woo! It's a tough world, I tell you. Well, I better get moving. Come on, Bruno. Pick it up. Hey. Hey, tell me something. Oh? Just who are you? Why approach me? What are you after? Yeah. Me? Yes. Well, people here call me Bakchus. Bakchus? And I came to you because I had an angry thug on my butt. Yeah, nice of you to dump him on me. Look, if you're in some trouble, tell me. Maybe I can help. And that goes for him, too. Those weren't just moves of an amateur. What's his deal? A real steal a deal is what it is. He's got a gig sweeter than honey. Real fascinating to watch. You should go have a look too, boy. At Kimoji's job. But he's homeless, right? What kind of work does he do? He's a... whatcha call it? A fisting artist. Whoa. That's not really my scene. Huh? That ain't it. It's punch out artist. Yeah. Yeah, that. A punch out artist. He. The slip of the tongue. I'm over here just getting distracted, sorry. Alright, so what's a punch out artist? Oh wait, wrong voice, sorry. A customer pays a fee and then they get to throw as many punches at me as they like. So a human punching bag. I don't think I follow. Is this some new S&M thing? Nah, nothing like that.
Come on by and watch if you got questions. I work at the parking lot. Kimoji-kun here has got plenty to teach you about fighting, my boy. You'll kick yourself in if you don't check it out. I'm gonna tone down on the old man's voice just because I don't want to sound too country. Alright, I get the picture. You shoot your food with the parking lot, right? I'll swing by if I find the time. It's Kiryu-san from the Dojima family, right? I'll be waiting. See you soon. Well, that takes care of my troubles for today. I suppose I still can't... See, I'm still doing it. I still can't convince you to take on the world. The world? What does that even mean? Are you still trying to recruit me into pro fighting or whatever it was? Oh, no. That's exactly what it was. You got potential most men can't even dream about. That world champ title could be yours. Sorry, I'm not some starry-eyed kid who fall for that line. If you're looking to scout somebody, keep looking. I'll tell you one thing, boy. You keep living street fighting to street fight, you'll wind up with a knife between your ribs or some dark alley. There's no way to go out. You belong in the light, the spotlight, and I can get you under all that brightness ones. What do you say? All under the brightest ones. What do you say? You, me, versus the world. So then. Yeah, okay. We just met. You're not gonna change your life around because some old geezer asked you to. I get it. I'll give up. For now. But that doesn't mean I'm giving up for good. You got room to grow like a tree. I'll keep coaching you along the way. You got some skills as a trainer. That much I believe. But I'm really not in a position to be worried about anyone but myself right now. Sorry. But hey, maybe I'll see you around. Alright, my boy. Just steer clear of dark alleys till then, you hear? No knives in the ribs, or bullets, for that matter. Are you trying to jinx me? See you later, Brockjus. I walk a lonely road. Apparently the Toko president is in his office at Tahe Boulevard East. I'll start there. Alright. Let's see. Which... We'll probably go down this way. See if I can get on the other side. So I didn't want to... Yeah, let me save. Let me save really quick. No, you can never save one too many times. Alright. Back to it. If I don't get stuck on things... I'm so sorry, why did you sound like that? I didn't hit you that hard. Well. Ooh. I'm so sorry I drug you away from him. I'm so sorry. Oh, at least she runs up and catches up with him. Whew, I was gonna say, I'm sorry I separated you two. Ooh, I'm sorry. Law firm? Wait, no, it's not even a law firm. Gosh. Here it is. Toko Credit. This is that loan shark's office. I don't know what they're up to. Better go and prepare. I'm assuming it's gonna be a lot of battling. So, is there any stores nearby? I keep bumping into people. I can't. I don't know. Wait, can we even buy anything yet? How am I supposed to prepare myself? Yeah. Let's just, go in. We'll risk it all. YOLO. Kiryu Kazuma, Toko Credit's
俺をはめた礼を言いに来た。うちの社長はあんたに会う気はありませんよ、キリュウさん。じゃあお前ら半殺しにして会う気にさせてやる。この人数相手にあんた一人でか。ああ、こっちはいい加減爆発しそうになってんだ。さっさと道あげねえか、チンプレー。 Yeah, I'm angry. I need to talk to your boss. You won't let me out of your way. Bet. First one to get hit.Everyone with a weapon, yeah. There we go. Take the oven. Let's go. Second stage, fight. Come on, back.Time to go to sleep. Okay, and shit. まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ、社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ？今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた？あんたの目的は何だ？おい、近づくな！わかった。全部話す。だから、ちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ？その人は、あ、クゼの兄貴。まさかあんたが俺を。何の話だねえ、社長さん。キリュウ、お前何やってんだよ。あ、殺に実するように言ったはずだろう。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ。ああ、やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。機会だ。お前とは一度
腹割って話してと思ってたからよ。おめえと錦山は孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山、頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリュウ、お前風間の頭をスパイしろ。何？殻の一粒の話はしたな。それさえ手にするや、俺が次の若頭、堂島組の跡目を。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがる。ある情報？ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。あの人はまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。構成員2万5000の登場会、その直系堂島組でのし上がったとなるや大した出世だ。それに例の殺しの真犯人も渡してる。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。さあな。ただこの話を受けりゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方を選べ。だが返事は今だ。この場でしろ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのこともあんた何も分かっちゃいねえ。ガキ、この俺を敵に回すのか。本当にその覚悟があんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。He said, I know what that holds for my future. I'm not gonna sell out the person that raised me. That's my beeper. That's not a number I recognize. Who is it? Don't recognize the number. It's not his number, but it's gotta be Nishiki calling. I'll find a phone and call him back. Find another payphone. Wait. The nightlife seemed like it was bussing here. Seemed like everybody had something to do. 10,000 yen vending machine. I don't got that much. もしもし、桐生だな。錦山だ。
ああ、やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる？風間組の事務所だ。天下一通りの。風間組？なんでお前そんなとこに？今、柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんは、あの風間のおやすさんの片腕だ。なるほどな。それより、お前の方はどうだったんだ？もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ。だが、いろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。わかった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、空の一坪って聞いたことあるか？クゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。We better head to the Kazuma family office. All right. Let's go. Oh no. Oh, oh no. Oh boy. Oh boy. Oh, I was not going to get caught today. Sorry.I thought I could cut through. Sorry. I'm so sorry! Next time I walk around with people, I'm just gonna walk or jog because I don't want to hurt them. I made that poor lady fall down on her knees. Shoot! I'm sorry! Here it is. Found it. The Cosmo family office.Nishiki should be inside. Nishiki. I like saying Nishiki. Is that watermelon on ramen? Is that good? Yo, Kiryu. Hayo katta.すいません、柏木さん。お手間かけさせるような真似しちまって。あの。どうもありがとう。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。そっから先何があったかは大方予想がつく。クゼのおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです？空の一壺で桐生が死なせたって死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。それもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかくクゼと何があったか全部話せ。なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争ってるってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。親父さん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け錦山。それより久世の話に出た空の一坪だ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。え、柏木さんは詳しくご存知なんすか？ああ。まず今、カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな。堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。
それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょう。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりの更地があんだよ。それが空の一坪。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか。所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億たった一坪の土地が。ああ、空の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握ってると言っていました。風間のおやすさんの持ってる情報って何です。いや、わからねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報をおやすさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか。桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで冒険人の親父もけじめを迫られる。その上クゼが空の一坪手にして若頭になってみろ、奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す。まさか堂島組の波紋もあり得ると。ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あのおやすさんが波紋。破門された極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。 でも桐生は実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親父さんも破門にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ。だがクゼが真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らがクゼに手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になるな。だったらどうすりゃいいんですか。俺たちは柏木さん、ん？とりあえず俺の濡れ衣も空の一坪も後回しだ。今とにかく俺はおやすさんを守るために動きます。何かいい手があるのか。俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやすさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。一人でけじめつけるって何する気だ。キリュウ、俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。キリュウ、お前
今回の一件、とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ、杯もらって3年そこらのヤクザが5体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど、今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって、お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ、このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ、俺の言うことが聞けねえのか。ああ、キリュウ。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんな、バカ野郎。許してください、柏木さん。錦、車頼む。長い間お世話になりました。Should be waiting with me. You know, for the car. Need to get the Shadow Street. You know how it is. This is how we do in Yakuza. We're gonna go quit the Yakuza. Gonna make sure our adoptive father doesn't get in any more trouble, get away from me, don't touch me. And, alright. I'm over here trying to get in a taxi. Kyodai. Omae ga kumi wo mukeru to itta tte.クゼの野郎がそれを許すとは限らねえ。何が起きてもおかしくない。覚悟を決めておくんだ。大丈夫だ、行こう。分かった、乗れよ。 This is my death sentence. This is what I asked for. For glory!Doing this for Papa. 7:38 p.m. なんでだよ、おやつ。俺らの道は俺らが自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろう。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って
肩で風切って周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。施設上がりの人間は夢を見ることも許されねえってる。なあ、今お前何考えてた？何も、ぼーっとしてただけだ。おらよ、いつだったかおやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は、堂島組長は事務所にいるか？ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ、桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、本気っすか？ああ。すまなかったな錦、お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな桐生。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ、せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ、バカ野郎が。またな兄弟。組を抜けてってことでいいんだな、キン？はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ、残念だったな。土曜の8時じゃダメだ、親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやるよ。てめえ、縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな、てめえ極道舐めてんのか？ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ？今現場で組み仕切ってんのはこの俺だ。口の利き方には気をつけろよ。ああ、
は金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、おれ学生気分で敷居またげろ。どう、極道の世界甘くねえぞこら。よ、考え直せキリ。今なら全部水流してる。風間の頭から彼の一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。ほら、破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうかい。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど山の中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家での評判も上がるって思うよ。ああ、Oh god, they're trying to leave my body. Trying to use me as a message. ああ、組を勝手に殺すのか。組長に無断で寝ぼけてんのか。もう親父なんて関係ねえよ。てめえは組抜けたんだろうが。確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？てめえ、てめえ、兄貴分に向かって何しやがる。兄貴分だと。俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。Oh, he just got you there. かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。Oh, with the neck snap and everything. こいつは俺がやらせてもらいます。You can try. 任せる。好きにしろ。You can try. 待て。あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺のとこまで来られたら話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。 All right, here we go.覚悟はいいな。いつでもいいぜ。来い。 Oh yeah, let's get it. Dojima family.Come on.
I love that. Hit him with the one, two kick in the jaw. I'm hitting air. Ooh. I thought I'd... Yes! Face stop. Oh, y'all are out the door. Okay, I go. I'll try to kick him. Oh, he is bleeding. Alright, well. Let's lock the door here. Up the Z. This one. Ooh. You're still alive. The door. Oh Lord, move. Move. Back up. Alright. Okay. I almost died there for a second. That's why I had to stop myself. I almost died. Okay. I don't know how I'm gonna deal with Big Buddha here. I'm gonna die! Okay. I'm probably gonna die here, so if I do... Oops. There we go. Alright. Alright.
my big problem was I wasn't paying attention to my health and I was just beating them. But let's get it. I don't mind restarting. Okay, no, excuse me. Oh my god. No. Get okay. If you don't start using your head and your fist, you're just being punched around like a punching bag right now. I'm trying to even dodge away from this fool. This guy right here. Okay. Alright, focus, focus, focus. Dot. Beating them multiple people at one time. There you go. Excuse me. Oh, he's mad. Sorry, y'all. Bear with me. I'm trying to remember the combo. There we go. Sorry. Coming through. Alright, I'm gonna go ahead and use this now. I have a good amount of health on me. Alright. Alright, there we go. Dang it, hit the wrong button! I hit X! There goes all my health that I've used. Items anywhere? No. I'm screwed. Alright, well. Let's see. Ooh. I kept hitting the wall. For this one, since you got sets. Yeah. Oh, come on, sip.
Ooh, there we go. So put your chair down. Oh lord, oh lord, move. Luke! Jesus! There we go. That's my opening. Excuse me, sorry. She throw the next one. Finally. Health? Oh, thank god. No! Still wasted it. Pick up. Not enough, but let's see, where am I supposed to go now? Okay. Damn, blocking the sun. Oh, window? I don't see any other way. I guess I'll have to jump it. So what? It's like, oh my god. Oh my god, we're in the middle of taking a piss. Jesus, I don't want to go.
Got that right. Okay, at least I didn't have to go back too far. Gonna make a run for it, can't. Oh, wait, no. I'm gonna jump the window again. A lot of money, I just realized. Hey guys, sorry to drop in. I'll stop taking a piss. Let's fight one more time. This time, don't die. If you to stab me, sir, I'm just trying to leave the family, could you understand? Maybe I'll make you understand. Dodging my attacks. You're almost there, so... I could stomp your face in it at that point. Anything. Ow. Oh my god. Again. Oh my god. Oh, finally. Please, die. Yeah, get smothered in piss. Gross. Oh. Thank god. Thank god. I do not want to mess with him anymore. Stay down. Oh, health. Thank God.派手な短歌切るだけあって、なかなかやるな、おめえさんも。
風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃におめえと会ってたらプロモーターになりたいぐらいだ。クゼ、口が利かなくなる前に吐け。殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。We might die. We might. Here we go.I really might die this round too. Oh my gosh. Quit! Quit! No! Kitty! No! Kitty, no! For the best, so that way I can reach up some more health. Nope, you can't catch me, you can't catch me. Yeah, so. Kira's like, oh god! There's no way I was gonna beat him with that much health. Unless if I was like a pro at this game. Bad about a swing. Oh god.
No! I can't even get... Oh, oh, okay. 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 Grab this. Okay. Oh. I'm so predictable. Oops. Okay. Oh god. Kiryu! You gotta land a hit on him! We need you to do some more combo attack moves, come on! He's like, you ain't touching me. He's like, come on. You know, hit me, hit me. Oh god, we're gonna die before this match even gets- before he even gets to his next health bar. Son of a bitch! A few moments later. Finally! I win! Eat my fist! Kiryu, teme wa... Kyudai! Teikaze! Kono ga shimashiru! タイマン張ってたんじゃねえのか、クゼ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器には程遠いな。でも親父、その頭が拾ってきた鍵がこいつです。キリュウカズマです。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで、組長にお願いに上がりました。俺は、誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞ、バカ野郎。親父、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前、仇に手かけんのか。
キリュウはお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、いや俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな。兄弟アワノは俺もはっきり聞きました。キリュウはもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない、そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえらクゼ、これ以上無様さらす気か。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男見せてください。うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長、ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のおやっさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやっさんも全く関わりありません。ですが、あの一坪で俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですからどうか風間の親父のことだけは。さあ飯でも食うか。はい。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺が、あの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のエッサンの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人を。犯人、そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめ、だからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせえんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい、少なくとも
自分があの場所で追い込みかけなければひょっとしたらこんなことには。だから波紋を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ桐生、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ、この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。立てますか。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は橘と申します。橘。あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。桐生一馬さん、whoo, I completed chapter one. Nice. And I got some muns out of it. Nice.Yes, we will save. Climax battle items open. Huh.Chapter 2, The Real Estate Broker in His Shadow. Or in the Shadows. Oops.食事まだ済んでませんよね。よかったらいかがです。悪いが空気にはなれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ、桐生さん。くつろいでください。
の服は？だいぶ汚れていましたのでクリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。立花さんだったな。ええ、ご安心ください。私は片木の人間です。神室町で不動産屋を営んでいます。不動産屋？それが俺に何の用だ？料理本当に食べないんですか？右手は義手です。不作法なのはご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。そんなことは聞いてね。桐生さんは登場過剰という言葉を知ってますか？登場過剰。いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場過剰でしてね。何の話をしてる？ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんですか？あんた一体？あなたはひまわりで錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢さんもです。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機にある。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を持ってるらしい。だがなんで俺を調べた？あんたの目的は何なんだ？今神室町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。殻の一粒に決まってるじゃないですか。また殻の一粒か。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。堂島組の若頭補佐たちが殻の一粒を手にすれば風間さんは波紋を免れません。ですが私があの土地を手に入れれば風間さんを守ることができます。それにあなたの濡れ衣も晴らさなければ神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。なんでそこまでして俺を引き入れようとする？あんたの本当の目的は何なんだ？俺の服を返してくれ、立花さん。私の申し入れを拒むと？あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この町じゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ。生き残るためにはな。なるほど、少し甘く見ていたようですね。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか？ああ、わかった。服はすぐに持ってこさせます。では私はこれで。I should let Nishiki know I'm not dead yet. He's probably still at the Kazuma family office.
Alright, and that's probably where I'm gonna end it off right now, so... Sorry, excuse me, I'm trying to get to a payphone. Oh, you're right there, I'm stupid. Excuse me. Alrighty, but save my game here and everything. And thank you guys for watching the first part of Yakuza 0. Our next mission is we're supposed to go meet Nishiki at the Kazuma family thing, so. Yeah, we'll cut what Kiryu said, so. But we will continue this part in part 2. Thank you guys so much for watching. I hope you guys enjoyed this video. And please give me a like, subscribe to my channel, and all that good stuff. And I'll see you guys in the next video. Thank you.